お母さんのいない夏休み、二人は一人ぼっちの狼ウルルに出会った。お前本当に狼なのか。このサンプル一番が滅びたら、あなたが本当に最後の狼を絶滅させることになるんですよ。ウルルをお母さんのところに返してあげよう。夏の北海道がくれたのは奇跡の出会い、そして優しいさよなら。ウルル、ウルルの森の物語。お母さんのいない夏休み、スバルとしずくは北海道へやってきた。夏子はな、入院した。だから夏休みの間子供たちこっちで預かることになったんだ。そんな二人が出会った小さな命。狼だって。そんなわけないし。絶対ウルルだよ。狼は家族の絆がとてつもなく深い。早くお母さんに会えるといいね。しずくはね、夏が終わったら会えるんだよ。ウルルのお母さんはどうしてるんだろう。ホロケシにいるさ、きっと。ホロケシ？ウルルは狼の可能性が高いことが分かったんですよ。エゾオオカミよ。絶滅したはずの狼。このサンプル一番が滅びたら、あなたが本当に最後の狼を絶滅させることになるんですよ。お前本当に狼なのか。まさかウルルを連れて行ったりしないよね。やめろ。ウルルのことだって考えてないくせに。お母さんのこともお父さんなんかいらない。ウルルをお母さんのところに返してあげよう。夏の北海道がくれたのは奇跡の出会い、そして優しいさよなら。どんなに離れていても家族の絆は奇跡を起こす。ウルル、ウルルの森の物語。今劇場でマイウリケンを買うとウルルマスコットストラップをプレゼント。